にちは、11月になったんですけれども、イギリスにしてはかなり今日は暖かくてですね、10月とかになるともうこちらは肌寒い日が多くって、日本に比べれば全然寒いんですけれども、今年は10月でも20度超えになった日とかもあったし、まあ朝寒い日はあったんですけれども、それでも暖かい日なんかは最低気温が10度近くとか、そのぐらい10月にしてはかなり暖かくて、11月初日の今日もまだその余韻で風も暖かくてそんなに寒くないんで、まあ明日から寒くなるってことなんですけど、まあこういった IPA を飲むの最後かな、今年最後かなと思って、で今日はこちらを飲もうかなと思ってます。オールドエンパイアインディアペールエール、アルコール度数 5.7%、 こんな感じ。多分本当にビクトリア王朝時代に、インドに、船で、ここに船の絵があるんですが、船でエールを輸出してた時代のような作り方で作ってるんじゃないかなと思います。 The Original Export って書いてあるんで、うん、きっとそうなんじゃないかなと、まあそれに似たような感じで、で、バートン、まあイギリスでもともと昔からビールを作ってる町なんですけれども、ビールのミュージアムみたいなところもあって、まあ今はどっちかっていうと小さなブリュワリーよりも大きいビール工場みたいなのが多くって、そこまでお気に入りのビールは正直バートンにはないんですが、まあそのバートンがなぜ、ビールの町になったかっていうと、バートンの水がすごくビール作りに適しているということで、まあそのバートンの水を使っているビールということで、まあアルコール度数も高めだしホップも効いてるんで、普通エールは何度くる、ちょっとぬるめの方がいいとかいろいろ言いますが、まあ個人的には好みで飲むのが一番いいんじゃないかと思います。ちょっと冷やした感じが好きな人は、周りがどういうようが冷やして飲めばいいと思うし、こんな感じの色、ちょっと濁った感じで、でもすごく濁ってるわけじゃなくて軽く、まあゴールドといえばゴールドなんですけれども、薄いゴールドではなくしっかりと色がついたゴールド、香りはホッピーでも気持ち甘めな感じ、うん、いただきます。すごくホッピー、うん、美味しい、うん、結構いきます。 5.7% って感じの、しっかりとアルコール感じて、でも強すぎるわけじゃないんで、うん、まあ、インディアンペールエールなんで夏にももちろん美味しいんですけれども、まあこういう中途半端な季節の変わり目とかにも、まあちょっと暖かくなった日にはいいですね、いきますね、うん、飲み進めていくとホップの苦味が結構強調されてきて、うん、これだけガンガン飲んでてもいいんだけど、なんかちょっとつまみが欲しくなるって感じですね、揚げ物とか、うん、揚げ物に合いそうな感じです。まあいろいろこれからまた、トラディショナルなイングリッシュエールなんかも紹介していきたいと思います。では